今回は顔の横幅を狭くする方法をお伝えしたいと思います。いつも動画見たき本当にありがとうございます。炭酸生態のアジです。今回も美容に関するアイデアとか健康に関するヒントをあなたにお届けしたいと思います。はい、ですね、今日もこの質問でですね、顔の横幅が気になるということでですね、質問いただいた、まあ、続編というのは続編なんですけども、それを狭くする方法ですね、あなたにもう一回お伝えしていきたいと思います。前回はですね、この首と頬のこの骨をこう押さえるような、簡単なセルフケアだったんですけども、もう一つ今日はですね、もう少し、具体的にというかですね、リンパとか筋肉の位置を整えながら頬骨を調整していくっていうセルフケアをですね、今回もお伝えしていきたいと思うんですけども、基本ですね、頭蓋骨っていうのはですね、この23枚の骨があるんですね。23枚の骨があって、一番みんなが気になることっていうのはですね、この頬の骨ですね、この青いところ、この骨が、こう膨らんでくるというかですね、膨らみはしないんですけど歪みが出てきて、ここが出てくる、ここの骨がね、出っ張るとかですね、そういうお悩みが多いんですよね。特に中学生高校生がですね、非常に多いんですよ。で、僕のところにもですね、質問来てるのがですね、中学生とか高校生がですね、頬骨の骨削らなダメですかとかですね、削るには整形とかお金かかる、お金は出せないんですけど、なんか方法ないですかとかですね、そんな質問が、結構来てます。で、今回はですね、そういうですね、整形とかよりもですね、まずは自分でできることをしていこうじゃないかということで、今回この動画を撮らせてもらったんですけども、今言ったですね、この頬骨がですね、一番ややこしいんですけど、この原因としてはですね、スマホです。スマホとかパソコンを長時間使っているとですね、眉間とかこめかみ、眉間こめかみにですね、こう緊張するんですね。あの画面のあのブルーライトレンズって言うんですか、ブルーライトって言うんですか、あれがですね、あまり体に良くないわけなんですよ。あれが体に良くないから、こう目とかにぐーっとこう緊張させることによって、ここ眉間のシワ寄ったり、こうこめかみぐっと噛み締めたり、緊張するようなものなんですよね。それが原因でですね、頬骨が、言えばですね、他の骨に力が入って歪みが出てくるんですね。歪みが出てくる。こめかみとか、眉間とかこめかみとかにぐっとこう力入ったりするとですね、ここの頬骨に力が、他のこの23枚の他の骨からこう力がかかることによって歪むっていうことが言われております。で、この頬骨はですね、結構この凸凹があってですね、たるみとかむくみっていうか老廃物溜まりやすいんですよね。老廃物が溜まりやすいからどうなるかというとですね、ここの骨の周りに老廃物が溜まっていくと、頬のこの筋肉がどんどん下がってくるんですね。血液の循環とかリンパの流れ悪くなると、筋肉の今のそのパフォーマンスが落ちてきて、こう下がってきたらえらいこっちゃなんですよ。これが中学生とか高校生でもすごいこう深刻な状態っていうか、深刻なお悩みの方がおられるっていうことなんで、これですね、別に中学生、高校生だけじゃなくてですね、30代40代、まあ、20代もちろん全員スマホを見ていると全員見てください。これぜひですね、見てほしいと思います。で、今回はですね、そのセルフケアをお伝えしていきたいんですけども、まずですね、筋肉緩めていきます。筋肉緩めていくときにですね、このリンパ、このね、顎からあるこの緑色のリンパなんですけど、こういうものを、あたたたたた、こういうものをですね、ちょっとセルフケアしながら、頬の骨を最後調整していきたいと思います。はい。でですね、まず、指をですね、2本でも3本でも結構なんで、こういう感じでですね、こう柔らかくこう押し込むような感じ、こうトン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 と、こうやって叩くような感じでもいいですね。トン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 と、こう耳のここまで行ってください。ここ耳のここまでね、トン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 、で、そう、ポンポンポンってやりにくかったら、こう、押さえながら、こう、ちょっと上下に揺すりながら、こういう感じでやってください。片っぽずつでもいいですよ。片っぽずつでもいいですよ。このリンパが流れるようなイメージでやってください。リンパが流れるようなイメージ。僕、日本の方がいいですね。はい。で、こういう感じでやってください。はい。これをですね、5回やってください。5回。はい。こういう感じですね。これだけでもですね、ここの筋肉がですね、柔らかくなった感じがするんですけども、これは僕はですね、常に毎日こうセルフケア伝えてるから、結構すぐに効果出るんですけども、あなたもぜひやってほしいと思います。で、次はですね、次は、今この顎の、このここ、このここのやつやったんですね、このここの、エラと、エラじゃない、この頬の骨のところの際をこう整えてやっていったんですけども、次はですね、もう少し上の、頬の筋肉、危ね、危ない、つまずきました。頬の、ここの、ぜ、
頬の筋肉のこのここですね、はい、この口口角のちょっと上からこういう感じでこう押しながら押しながら耳のとこまでちゃんと行ってください。押しながらこうやってください。こっちもですね、押しながらこういう感じで、はい、こういう感じですね。トン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 でもいいですよ。はい、これをですね、5回やってください。5回やってくださいね。はい、で次はですね、このいつも使っている後筋という筋肉ですね。はい、後筋という筋肉、ここの筋肉を緩めていきます。こう指2本でですね、グリグリグリとこういう回すような感じ、はい、回してください。はい、グリグリグリっと、これを10秒ぐらい回してください。1,2,3,4,5,6,7,8,9 10って感じでやってくださいね。でこれ今3つやりましたよね。こうやってやって、次頬のとこやって、で次この後筋を回してっていうことなんですけど、次ですね、この骨、頬の骨、目の下の骨ですね、ここの、このちょうど黒目の下ですね、ここから次このまま耳の横にこうしてください。頬の骨の上をこう走っていくような感じですね。はい、耳の横ですね、こういう感じでやってください。はい、いいですか。はい、これも5回やりましょう。で次最後はですね、仕上げでですね、頬の手のひらをですね、頬の骨に合わせて合わせて内側にこういう感じですね。1,2,3,4,5 って感じですね。これやってほしいと思います。だいぶこれですね、頬の骨がどんどん整ってきますんで、これですね、むくみ改善とかですね、お顔のですね、そのたるみとかでもこう、あのたるみとかのケアもできます。間違いないです。で最後ですね、リンパの流れっていうのは、ついておきましょうか。この骨持ったんで、ここを今のイメージで言うとこういう感じですね。こういう中にこう1,2,3,4,5 みたいな感じですね。こっちもね、こういう感じで1,2,3,4,5って感じですね。こういう感じでやってほしいと思います。これをやっていただくとですね、頬の骨が正しい場所に戻っていきます。正しい場所に戻っていきます。でこれを続けていっていただくとですね、あなたのですね、この頬の骨がですね、どん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 普通の従来のところに戻ってくるんですよね。で頬の骨が出っ張るっていうのは、ね、まずありえないんですよ。何かの原因があるからそうなってるんですね。でそれがスマホとかパソコンなんで、よくパソコンとかスマホ見てる方はぜひやってほしいんですけど、これまででもですね、応急処置です。あくまでもセルフケアです。本来はこの頬の骨とか顔が膨らむとかはですね、首の土台から首から調整していかないといけないんですけど、そういうのは施術とかで結構なんですけども、まずは速乾性あるあなたが家でできるセルフケアということで今回お伝えしています。それだけちょっと勘違いしないでほしいんですけども、最後はですね、こうやってリンパも流れるようになって、リンパ流れていく老廃物が動き出してるんで、最後はですね、こういう感じでこういう感じで、この顎の下ですね、ここさすってこういう感じ、こういう感じ、こういう感じで、これも5回やった後にこの鎖骨でグリグリグリと押してください。はい、こんな感じですね、はい、こっちもですね、こう1,2,3,4,5をでこうやってグリグリグリーってやってください。でですね、僕今回ですね、ちょスタンサンスプレーはちょっと使ってなかったんですけども、これを使うとですね、さらに効果出ます。シュッとかけてながら今のセルフケアやる方が断然効果出ますっていうのはですね、これはですね、毛細血管を拡張させてくれる、優れものです。毛細血管を拡張させるっていうのはですね、筋肉の状態を筋肉の状態を良くするっていう手法なんですね。毛細血管を拡張させるために炭酸を使って血液の循環を上げてからやるとですね、リンパの流れも良くなるんですね。活性化するっていうことはですね、今のあなたの使ってるやっているセルフケアの、今ここまでいったらですね、さらにこれが上に乗ってくるような感じなんですね。これを、おすすめしてるんですけど、もしあればですね、これを使ってやってみてほしいと思います。なければ今の状態で結構ですけども、もし中学生高校生の方がですね、やりたいけどこれないって言ったらお父さんお母さんに一回頼んでみて買ってもらってください。はい、まあ、こんな感じですね、ちょっと冗談半分なんですけども、まあ、これでですね、顔の頬のこれこのコンプレックスがあるあなたにですね、これをお伝えさせてもらいました。もしこれですね、よかったなと思ったらですね、いいねのボタンぜひよろしくお願いします。でチャンネル登録もですね、こちらの方に出しておきます。僕のここに出しておきますので、よかったらチャンネル登録もしてください。ではですね、また次回お会いしましょう。さよなら。